どうも、足がリンクフィットで肉離れした38歳独身です。よろしくお願いします。本日なんですけども、ジョジョコラボを引いたんすよ。ジョータロウとジョリーンを極めたんすよ。ウェザーリポートは声優さんも知らなければ、全然知らないキャラクターなんで、6部見てないんで、全く分かんないんで、55で終わりたいと思いますが、まあ知っているキャラクターは、まあ、ジョータロウなんで、前に言ったでしょ俺、ジョジョは1部2部3部4部まで見たことある。5から正直見てないんですよね。一番好きなのは今となっちゃ4部でも、楽しいなと思うのは3部だね。3部は日常にはない異常、日常ではなくて異常。4部は異常というよりかは日常の中の物語なんで、それぞれね、やっぱ好き嫌いあるのかなっていうところなんですよね、ジョジョはね。はい、まあそれは置いといてですよ。それは置いといて、ギコちゃんね、見てください。2つとも無曲にしたでしょ。まあ40万ぐらい使ったのよ、ぶっちゃけ。で、副産物よ。果たして、散々言ってきたじゃん。多分中にはイラついた人もいるはず。ジョジョ以外のキャラクター出た場合に、誰だよと言ったじゃん俺。あれイラついた人絶対ね、少なからずいるはずなんですよね。見直した、自分で 見返した俺ですらちょっとイラッとしたもんね。言い過ぎだろって。誰だよっていうぐらい、もうそれぐらい、もう誰だよキャラがいっぱい出たじゃん。まあわかるけど、誰だかわかるけど、なので、運極キャラぶっちゃけ、めっちゃできんじゃねみたいな、思った、わけ。なので今日はね、ちょっとそこら辺をね、確認しながら、混ぜていこうの回でございます。恒例のやつ。ちょっと話一瞬変わるけど、おい、オラオラらしいふざけんなよ、マジで。今のところ毎日やってるけど、線形の書ゼロなんだけど。ふざけんなよ、これ。1回でさ、2枚、3枚出てる人もいるじゃん。格差出すぎだろ、それ。意義ありだよ、本当に、それ、本当に。さあ、まずできましょう。ラックマックス、あ、こっちだ。ラックマックスしていない、ラック順で見れば大体わかるよね。はい。で、結論から申し上げますと、取得順で見た方がぶっちゃけ正しいじゃないですか。これで見た方が正しいじゃないですか。あのね、悲しいんですけど、このジョジョコラボで運極にできるキャラクターは、このリコル、1体のみでしたね。この上なく寂しいっすよ、私は。しかも待って、これ、なんだ、待って、これは何、これ獣神化だよね。これ獣神化だよね。あれってことは、俺、あれだ、神化がないのかもしんない。神化だ。こっちだ。この目がちょっと怖い方。これだ。だから、リコルは、これを神化させて、これね、神化させて、ちょっとヘラっぽいよね、見た目がね。ちょっと目がキラキラしてるけど。神化させてからの、で、こいつに、この子に、さっきのこのウサぴょんぴょんの方を、混ぜ混ぜポンポンポンしてあげれば、こっち極まるは、混ぜポンポンは、返却されるようで最高じゃない？あ、これ、これよ。これ。これが一番綺麗な流れだね。運極達成。ありがとうございます。シンプルに紋章になったね。で、この子はちゃんとレベルを上げとかない、レベルを上げとかないと、ダメだね。どっかで使うかもしれんから、リコル。最近はちょっとね、活躍の場面ないですけども。まあ、大体これぐらいだったんですよ。本当に、寂しいことに。なので、まあ、ジョジョコラボを切ないな、そう考えると。そんなの見応えないんだよね、正直。なので、ちょっとこっちの方ね、混ぜ混ぜポンポンポンしていこうかなと思います。これはもうすでに運極じゃないね。あ、運極じゃないから。じゃあ、こいつを、混ぜてあげて、返却にすれば、紋章力アップだね、貴族性の。いいんじゃないですか？はい。いや、素晴らしい。いや、もうね、整理にもなるんですよね。日頃の溜まったガチャの赤のガチャの整理なるんですよ。さあ続きましては、これはする必要ないね。もう運極多すぎて意味ないのはさすがにしないかな俺は。これも多分なってると思う。あ、おお、なってねえわ、なってねえわ。じゃあこれだよ。
じゃあ混ぜるよこれ。重心化書いたけどね、これ重心化書いたよね、書いたよねこれね、そうだよね。重心化界キャラクターのさ、このあ、なくなったのか、線形の少年数使っても大丈夫ですかみたいな、あったじゃんちょっと前に。これ重心化界キャラクターだとないんだね、そのチェックが。なんだ、めちゃめちゃいいじゃん、改善してんじゃん、いいところ、気づかなかったわ。で次はあ、この子か、ドロシー。ドロシーはもう運極だからいいや、これちゃう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 。でこれなんだっけ、この子名前サファイア、アクアマリンか、アクアマリン混ぜちゃおっか。重心化前を運極にすることによって紋章力アップだね。グッド。いや運極数も増えるしね、なんなら運極数も増えるから、まあ、個人的にはプラスなのよ、いやデータ的にプラスなのよ、素晴らしい、あざす。で続きましてハイビスカスの重心化前は運極にしようか、せっかくだから。あとあとこのレベル1になってしまった人々はレベル上げときます、裏で裏作業しています、いやー素晴らしい、もう次々運極達成してますよ。全然ジョジョ関係ないけどね、ありがとうございます。本で続きまして、ガブリエルはもう死ぬほど運極だからな、重心化回避した時にまたちょっといろいろ必要になりそうだからそのまましておこう。なんだっけこれ、普通主もじゃあ混ぜようかこれね、いやー結局ねもう5体目ぐらいですかこれ、めちゃめちゃ増えてますね運極、嬉しいね、本当にモンスト愛に関しては正直ね皆さんにはね勝てないですよ、本当に。未だにギコちゃん動画見てくれてるぐらいモンストが好きな人には全然勝てるんですけど、課金なら勝てるんですよ。だから俺はモンスト愛は大してないけど課金してるって感じですね、自分の勝てるさステージで戦うのは当然のことだからさ、2と1 お前全部混ざれもう、お前はもう混ざれな、綺麗さっぱり混ざれ、綺麗さっぱり混ざれば、これも紋章力よ。素晴らしい。揮発は、進化、神化、両方ともこれで運極だね。どうする？もうすぐ重心化が発表されたら。まさしく無駄なことになるよ、これ。やな予感がするぜ。まあでもいいや。この子は？お！運極じゃん。すげえな。すがすがしいでしょ、こんなに。バチバチに混ぜると。よいしょ。でも本人としてはこれ何やってんだろうなって、何してんのかよく分かってこなくなってくるんですよね、これずっとやってると。運極の価値とはってなっちゃうんだよね、何してんのかよく分かんないから。これも運極できるね、あれ返却もできるから、ラミエルも運極だ、これで返却できんだったら全然混ぜちゃった方がね、運極数になるから。紋章力は大して変わらんけど、紋章力は大して変わらんけど運極数になるから、混ぜ混ぜポンポンポンしてた方がいいよ。ラミエルの運極なんて結構価値あるでしょ、正直ねえかも、でもあんま使わねえか。これも重心化解してほしいな、そのうちね。パスカル運極にできるね、よし、パスカルちゃんを運極にしていく、これすごいことだよ。なかなかその配信会でもボックス整理っていうものをやらないんですよ、ジコちゃんだらしないから最近。それこそね3、4年前までの YouTuber であるギコちゃんはもう少しだらしなくなかったんだけど、最近だらしないのよ、足肉離れ起こすしね、完全にだらしないんで、こういう機会にやるの非常に大事。スイッチ入れて自分に2の2、これは混ぜたくねえな一休さんが一体になっちゃうよ、なんかどうしても刺さるとこ出てきちゃったら終わっちゃうからさ、これも混ぜる必要ないね。でも運極数にはなりそうだけど、これ混ぜよ富士園一斗ってだって重心化してないでしょ、まだしてないよね、してないよね。結構残されてはいるんだね、200体ぐらいだっけ残ってんの、そんな残ってないっけ重心化が残されてるやつって、なんか少なくなってきてるとは聞くよね。 Thank you Hey guys Monster John TV、 ありがとう。さあそして続きましては、ここら辺からもう簡単ではなさそうだな、正直。一人ね合成して運極になるレベルじゃねえから、ここら辺はもう、なん
からまあここまでかね、結構なったんじゃないですか。でも運気よくそれで言うと、うん、なった予感はするよ。うん、なったね。これこれ以上はないね。最後に所持数チェックして、所持数チェックして何が出てくるかっていう、ねこれ混ぜづらいんだよね、この子あと待って、プレミアムガチャにしないとよく分かんなくなっちゃう。これ運極順じゃないからすげえ見んの大変なんだよ、実はめちゃくちゃ大変。まあ、こんなもんか。うん、こんなもんだな。はい、まあそんな感じで本日は結構な数を運極にしまして、ギコちゃんの運極数は2242体になりました。今年中に2500は行きたいね、せめて。という感じで、ジョジョコラボとはちょっと関係なかったけども、ボックス整理していきました。また次回の動画をお楽しみに。思い出フォルダ開いて涙ひとしずくこぼれた、悔やんでも戻せない、見つめても帰らない、昨日のキャプチャ遠い明日が僕の孤独苦しめて、デスクトップに寂しく今日もぽつりたたずむ思い出フォルダ、初めて二人で言った